こんばんは。あ、ありがとうございます。犬だ。待って、ちょっとスクショしとこう。スクショしとく。うん、できてるかな、わかんない。え、ありがとうございます、すいません。ちょっと待って、できてるかわかんないからもう一回スクショさせて。すごい顔になっちゃった。ありがとうございます、たけしさん、ゆびびびびさん、ありがとうございます。ちょっと今日は時間がないので後日またします。俺はありがとう、くま。なんかちょっといろいろありすぎてって感じですね。はい、まだ何もよく分かってなくて、本当に何もよく分かってないんでって感じです。こんばんは。コンサート福岡と仙台と大阪と神奈川ですね、うん、なんか初めてこうして福岡は行かせていただいたことあるんですけど、こうしてツアーとしてどこかに行ったことはなかったので、すごい嬉しいです。ありがとうございます。ちょっと何食べるかもうエリコが言ってた。なんかどこどこに行ったら絶対何々食べてとか言ってた。ぜひ仙台待ってます。夏かな、そう夏に行くので、エリコが福岡行ったらラーメン食べてみたいな話してた。こうやってね、そう、うん、そうですね。リフトアース、今回のコンサートはすごい演出がたくさんありまして、炎だったりなんか飛んできたり降ってきたり上がったり下がったり盛りだくさんでしたね。まほちゃんありがとう、思いを届けだって、かわいい。そうですね、そうですね、衣装もたくさん着させていただいて、唯一多分アイドルなんかじゃなかったらの、あー、なにこれ、ありがとうございます。ひろきさんありがとうございます。練り歩きはもう1回2回全部歩いてますよ。逆にいなかったらびっくりですから、練り歩きってそういうもんです。びっくり、いなかったら。ありがとうございます、ひろきさん。コンサートでそう意外と私のファンの方もちゃんと見つけられた気がして嬉しかった。にゃんほそさんありがとうございます。うん、嬉しい、皆さんにこうやって、あ、そう、でもちゃんと感謝を伝えようと思って。意外と見つかってますからね。ちなみに逆に私が見た時に私の方見てくれなかった人どこ見てたんですか逆にね、逆にここさっき絶対いたから、あの時はあそこまで行こうと思って4階席まで結構見たんですけど、なんか4階席って高いじゃないですか、だから頑張って見たんですけど、お顔まではちゃんと綺麗にはっきり見えたかって言われたらそうじゃなくて、でもすごい 見ました、いろんなところ。でもその練り歩きの時とか私のカード当たってくれた人とかね、譲らないでください。ぜひ練り歩きはね、ちょっとなんかテンパりすぎてって感じですね。ミサパパさんありがとうございます。待って、これもできなかった、スクショ。今度こそできたかな、名前書いとこね。ゆきにんさんいましたよね、練り歩きの時。夢かなあれ。
そうですね、まあもうあと15分ぐらいですけど、ちょっと待って、まあ私1階2階席にいた方は私の目線はちょっと諦めていただいてまあもし譲られてたらまあ引き取ってもらってよろしくお願いします。まあそんな感じですね。そうですね、まあでも私ずっと私仙台とか大阪行ったことなくて、何なんで行けるってなったからには、あ、足の靴擦れはまあ大丈夫ではないですね。でもそういうもんじゃないですか。でも毎日同じ靴履いてるわけじゃないじゃん、コンサートとか特にね。あ、そう、あの夏の防波堤の MV です。そうなんですよ。え、待って、もし、あ、そういうことね。ちょっと嬉しいこと思い出した。あ、あ、19期生もうお披露目されましたね。写真撮りましたよ、全員と。研究生楽屋一緒だったのでみんなと写真撮っちゃった。いいでしょうでしょ。やばい、私の顔が丸くてびっくりでもリハの時とかも、あ、めっちゃ新衣装でもちゃんと写真撮りましたよ。写真撮ったけど撮りすぎて、まあ、コンサートって写真ちゃんと撮るのが、ありがとうひぴちゃん、嬉しい嬉しい、ありがとうございます。でも皆さん、え、あ、そう、ひななさんが今日ねコンサート見に来てて、終わった後抱きつきに行ったひななさんに。でも一瞬だった、その後いろいろあって、チャケさんが昇格おめでとうって言ってくれた。今嬉しい嬉しい、後で返信しよっと。あ、ありがとうございます。ショタさんありがとうございます。ちょっとあの足がすごい痛いかも。これはもうコンサートってそういうもんだもんね。なんかす、あ、いえいえ、なんかミラーボールしてる。ありがとうございます、皆さんありがとうございます。ほんまにほんまにとか言ったの初めてかも嬉しい。明日はまあ筋肉痛かもしれないけど気にしないでいく。あ、青井さんありがとうございますね、え、ありがとうございます。皆さん本当に今日はちょっと頭が回ってないもので、そう、今日は親とお友達も来てて嬉しかった。いや別にゆっくりはできないですよ、もちろん、まあ、やることなんてたくさんあるんでね。タナさんありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。なんか本当にまじ、なんかなんかさ、コンサートってさ、まあ、迷子になるわけじゃないですか。リハ期間迷子になりすぎて、今日も迷子になったんですけど、あの私が着たかった衣装はですね、昼間の練り歩きの時に着てたなんか妖精みたいな感じの衣装なんですけど、あ、今日フルでした、全部。今日は全部フルでした。どうでしたか
あのね、名前わかるよ。あの、私メタバースの衣装店でね、なんか着たいやつをメモっといたんですよ。まあ、そしたら、まあ、見事に今回のコンサートの衣装にそれが入ってて、めっちゃ嬉しかったんです。待って、本当に足がパンパンかもしれない。お弁当でしょ、彼女になれますか。めっちゃ燃えてたよね、もう降りかかってたもん何かが。ありがとうございます星。そう、フルっていいですよね。でも初めてこんなにたくさんの曲をフルで歌わせていただいたので、リハ期間頭がパンクしそうでした。ハリヤさんありがとうございます。フル大変どころじゃないです。あのワンハーフで覚えてたやつがなんかゼロからになった気持ちでやってました。正直本当に大変でした。 SNS 動かそう、明日はゆっくり。トビさんありがとうございます。フルって大変なんですよ。でも楽しかったですよね。楽しかったですよね。なんか待って、私スクショメモに書いたのかどっか行っちゃったんだけど、でもあの衣装はチームエイトさんの衣装なんですよ。あの妖精みたいな衣装、ちゃんと写真撮ったんだけどボケてるかもしれない、時間がなくて。ぬいじさんありがとうございます。くま、今日たくさんちゃんと合間に時間探して写真撮ったんですけど、人と写真あんまり撮れなかったかもです。新衣装はカチューシャでした。なんか私ベレー帽かぶったことなくて、この話だけさせて。なんかベレー帽かぶったことなかったから、衣装さんに公演の時になんかベレー帽になったことないんですよねって話してたんですよ。そしたらもっとアピールしてって言われて、で今回その言ってくださった衣装さんに、あのカチューシャめっちゃ可愛かったですって話をしたら、なんかベレー帽かギリギリまで迷ったんだけどって言っていただいたので、次はあの迷われずにベレー帽にいつかなりたいですっていう謎の宣言してみた。でもカチューシャも嬉しいですし、なんかどの髪型、違う、どの髪飾りでも可愛いからね、迷っちゃうよね。ありがとう皆さん、嬉しい。なんか足パンパン。なんかさ、私あの横が広いんですよね。足幅っていうの、すごく広くて人生で困ったことしかないかも。ヒールとかね。え、そう、白いカチューシャでその世は初めてだった。なんかただいま恋愛中公演は太くて、アイドルなんかじゃなかった頃の、ああ違うアイドルなんかじゃなかった、アイドルなんかじゃなかったらの新衣装の時は、細いカチュキラッキラのカチューシャで、新衣装は白かったんですよ。可愛いですよねあれ。そう、可愛くて仕方がなかった。パパに言えない夜はアイマスクつけてました。アイマスクじゃない、アイマスクだ私。パン吉さんありがとうございます。アイマスクつけております。はい、大丈夫ですよ。私多分撮影タイム半目とか、こんな目の時が多いかもしれない。私目開けてるつもりで目開いてないんだよね。頑張ってるんですけど、ちょっと今年の目標は、いや、目をこんぐらいかっぴらくことですね。アイマスクかわかんないけど、クマのぬいぐるみの衣装です、あれ。国立競技場のクマのぬいぐるみとかの衣装です。書いてあったの。そう。そうですね。あのお願いなので、あの半目はあげないでください。半目と思われるものもあげないでください。お願いします。あ、なんかモーリーさんも祝っていただいた、嬉しい。
顔を痩せなきゃ。ちょっと顔痩せたくて、顔痩せたいっていうよりかは引き締めたい。なんか載せたい写真がたくさんですね。頑張ります。丸顔っていうかなんか違うんですよね、余白が多すぎる丸顔。あ、名前で検索してるので、撮影可能タイムはいろんなとこいました、すいません、いろんなとこいました。 ありがとうございます。そろそろ54分だ。もうランキング変わらない、変わらないと信じたい。あ、でも56分ぐらい変わるかな。いや、丸顔って別にあれですよ、変わることはない、そんなに。そう、まあまあ適度に、まあ気のせいですね。58分に変わるのか。ちょっと58分に変わるのはさ、それはちょっと違うじゃん。もうちょっと早く変わってよ、私が始めるのが遅かったけどさ。ここら辺もちょっと怪しいからね、こんな感じのも怪しいからよろしくね。まぶたが重くなってきたよ、もうそろそろ。今日前髪切ったんです、公演合間に。そんな感じですね。はい、今日は湯船にゆっくり浸かりたいと思います、こんな時間からですが。あー、リトルプラップさんありがとうございます。取れてなかった。今日風強かったな。皆さん風邪ひかないようにだけ、風邪と喉気をつけていたわってね。改めてありがとうございました。また落ち着いてショールームができたらしたいんですけどって感じですね。もうすぐ終わっちゃう。まあ夏か、58分。あの半目になったものはあげちゃダメですからね、皆さん知ってました？そんな感じですね。喉をいたわってよく寝てください。あの可愛いと乗せていいは違いますからね。可愛いと思ったらあの心のスマホの中にしまっといてください。以上です。それは私からの伝言です。もう変わるかな。あ、変わった。じゃあ読みます。13位にゃんほすさんありがとうございます。12位ひぴちゃんありがとう、タワーもありがとう。11位しんさんありがとうございます。ドラちゃんありがとうございます。9位だいすけさんありがとうございます。8位しょたさんありがとうございます、タワーもありがとう。7位とびさんありがとうございます。6位みさぱぱさん、タワーもありがとうございます。5位ビビベベさん、タワーもありがとうございます。4位たなさん、タワーありがとうございます。3位リトルパラッポさん、タワーもありがとうございます。2位たけしさん、タワーもありがとうございます。そして1位がひろきさん、なんかすごい演出のタワーありがとうございます。まあ、タワーのあれはまたします。はい、スクショしたので OK って感じ。ちょっと時差になったらごめんなさい。たくさん写真は撮ったので SNS は更新します。変な時間にでもごめんなさい、変な時間だったって感じです。ではありがとうございました。勝手に切れるまで話してよっか。そうですね。
まあ今日が終わったらゆっくり休みたいと思っているのでって感じですね。 SNS 更新するのにもね結構時間がかかりまして、写真を選んでどれを1枚目にするか、どれをどこに載せようか、どれをメールに載せようかですね。そんな感じですね。ちょっとスクショタイムするほどの目の開きはないのでやめますやめます。あのお話し会とかの受付あったらぜひ待ってます。今応募してくださった方も待ってます。ありがとうございます。半目は載せないでください、それだけは言っておきますそんな感じですかね。いや目の開きは、うん、結構目開くのって結構大変なんですよ。知ってました？ずっと目開いてなきゃいけないって結構大変ですからね。はい、そんな感じでございました。じゃあまたお会いしましょう。ありがとうございました。